マルゴット・ホーネッカーは、ドイツ民主共和国の政治家。同国のエーリッヒ・ホーネッカー国家評議会議長の妻。1963年から1989年まで、東ドイツの国民教育省を務めた。東在ドイツ再統一後は地理に亡命していた。1949年10月7日、東ドイツ建国時のマルゴットとビルヘルム・ピーク、大統領旧生ファイスト。 ハレアンデ・アザーレに生まれる。父親は靴職人。母親は工場労働者だった。13歳の時母が死去。国民学校を卒業し、ドイツ女子同盟に加入。販売業に勤めた後、電話交換手となった。1945年にドイツ共産党に加入。翌年同党がソ連軍占領地域のドイツ社会民主党と合同し、 ドイツ社会主義統一党になると、同党に加入し、ザクセンアンハルト州の自由ドイツ労働者組合で即記者となった。1946年に自由ドイツ青年団のハレシブ代表委員の一人となり、翌年同州、FDJ 文化、教育部長となった。1948年には、FDJ 中央委員会初期となり、ピオネール組織、エルンスト・テールマンの代表に就任した。 1949年に、ドイツ民主共和国暫定人民議会議員に選出され、翌年正式に22歳と最年少の人民議会議員となった。モザンビークのサモラ・マシェル大統領と会見する、マルゴット演説する、マルゴット1952年12月、FDJ 中央委員会委員長だった、エイリッヒ・ホーネッカーとの間に、長女、ゾニアが生まれた。 当時、ホーネッカーは、エディト・バウマンと結婚していたが、SED 初期長、バルター・ウルブリヒトはホーネッカーを離婚させ、マルゴットと再婚させた。マルゴットは、国民教育副大臣となり、1963年には、国民教育省に就任した。大臣として1965年に、統一社会主義教育法を施行。1971年から、 SED の初期長となっていた夫のエイリッヒが1976年に国家元首である国家評議会議長を兼ねたため、マルゴットが東ドイツのファーストレディとなった。1978年には、教会や保護者の反対を押し切って学校に軍事教練を導入した。兄マンフレート・ファイシュとは、SED 中央委員会海外情報部長となった。1989年に、 東欧革命が発生し、東ドイツにも及ぶと、ビリー・シュ府フ内閣の辞任とともに、マルゴットも辞任した。SED の支配体制が崩壊すると、マルゴットは、西側亡命者の子女を強制的に、養子縁組に出した罪で訴追された。しかしマルゴットが直接関与した証拠は出てこなかった。マルゴットは、さらなる刑事訴追を逃れて、エーリヒとともに、モスクワに逃れた。 1991年のソビエト連邦崩壊後は、娘の突起先であるチリに移った。1992年以降、マルゴットは、チリ人の夫と暮らす娘ゾニアと共に、サンティアゴの住所に陰性している。夫エリッヒは1994年に81歳で、肝臓癌のため死去した。夫の遺体は、サンティアゴで火葬され、遺体は自宅に置いてあるという。 統一後のドイツでは、ホーネッカー夫妻の私有財産に関する裁判が行われ、1999年に6万ドイツマルクに相当する追徴判決が下された。マルゴットは、家父年金と老齢年金として、毎月1500ユーロを受けて生活していた。2000年には、元チリ共産党書記長のルイス・コルバランのインタビューを受け、 東ドイツの歴史について解雇した書籍を出版した。2008年7月、ニカラグアのサンディニスタ革命29周年に合わせ、同国大統領、ダニエル・オルテガより、文化独立勲章、ルーベン・ダリオを授与された。文盲を減らす運動への貢献によるものとされている。この授与式にマルゴットは、ベルリンの壁崩壊員を初めて公の場に姿を、表したが、発言はしなかった。 マナグアで行われた式典には、中南米の左翼的指導者である、パラグアイ大統領、フェルナンドルゴやベネズエラ大統領ウゴチャベースも出席した。2016年5月6日、チリの首都サンティアゴでガンのため死去。東ドイツ時代、マルゴットは国民から最も嫌われると同時に最も恐れられた政治家だった。その職務からミス、教育とあだなされ、 また彼女の髪の毛の色にちなんで、紫色の竜と呼ばれることもあった。マーゴット・ホーネッカー、ジール・ストレビック、コンド・ミス・ローズ、ジー・ハーチ・テッド・ハット、ホネッカー元登録議長の妻、チリで死去。読売新聞、httpww. w 読売、cojp、ワールド、2016万507位と 1t5 万137、html? From イコールユータップメイン語ありがとうございます。